안녕하세요。こんにちは。ニュースで韓国語は、私、韓国生まれ、日本育ち、あったがったしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ、韓国在住経験あり、今は仕事やプライベートでたまに聞きしている日本人のヨシが、韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、日韓、ちャンポンでおしゃべりするポッドキャストです。그리고、韓国에서는ヨシはジュジュへ資材、日本語のある이름으로보내드립니다。 アメリカ大統領選アメリカの政治がどっちに転ぶかで世界中がこんなに大きく変わるのかっていうね本当にうに、んうん、全くひと事ではないよその国の選挙ってすごいね,ね、うん、そう本当に世界中が注目してましたねトランプはまだ抵抗しているという感じだけど、うん、それを見ていたらびっくりするようなニュースが記事を読んでみましょうかね、はい、トワイスが昨年発表して大きな人気を集めた「フィールスペシャルが」が アメリカのネットユーザーの間でアンチ・トランプの歌として話題になっている。事件の発端は、今月6日にツイッターにアップされた短い映像だった、2020年のアメリカ大統領選の開票過程で、民主党のバイデン候補がジョージア州を逆転することを祝うために作成された約30秒の映像だ。 사건의 발단은 지난 6일 트위터에 올라온 짧은 영상이었다. 2020년 미국 대선 개표 과정에서 민주당 조 바이든 후보가 조지아주를 역전하는 것을 자축하기 위해 만들어진 30여 초짜리 영상이다. これに対しアメリカのネットユーザーは 조지아の痛快な逆転劇を記念するため 조지아を代表する特産物である 코카콜라,ワニ,リンゴ農場,そして 스테이시 에이브라무스 첫 국민의힘 여성 주지의에 참여한 민주당의 정치가를 소개해 트와이스의 필 스페셜을 BGM으로 했다. 이에 한 미국 네티즌은 조지아의 짜릿한 역전극을 기념하기 위해 조지아를 대표하는 특산물인 코카콜라 악어 첫 흑인 여성 주지사에 도전했던 민주당 정치인을 소개하면서 트와이스의 필 스페셜을 배경음악으로 깔았다. 영상이話題になると翌日別のツイッター 유저와 필 스페셜은 정말 민주당의 노래다고말했 민주당 지지자가 차 안에 필 스페셜을 압박하 트럼프 지지자와 격렬한 전쟁을 이는 영상을 공개하여 관심이 더욱 높아졌다 영상이 화제가 되자 다음날 또 다른 트위터 사용자는 필 스페셜은 진짜로 민주당을 위한 노래라며 한 민주당 지지자가 차 안에서 필 스페셜을 창하며 트럼프 지지자와 격한 설정을 벌이는 영상을 공개하면서 관심은 더욱 커졌다. 현재 미국의 넷 유저는 구글, 페이스북, 트위터의 해석 불능한 알고리즘에 트와이스, 의 뮤직 비디오 유튜브 동영상에까지 액세스해 있는 상태다. 현재 미국 네티즌은 구글, 페이스북, 트위터의 알수 없는 알고리즘에 이끌려 트와이스, 필 스페셜 뮤직 비디오 유튜브 영상에까지 찾아와 댓글 놀이에 빠진 상태다. 彼らは、えー、この歌がアメリカの歴史を変えた。バイデン政権はフィールスペシャルを公式国家に指定すべきだ。今、バイデンは特別な気分、フィールスペシャルを感じているだろうといったコメントとともに、みんなに投票を、辞表が大統領にならなければならないという人を手を挙げてといった安心理あふれるコメントで民主党勝利の喜びを満喫している。 어, 필스페셜을 공식 국가로 기정, 아, 지정해야 한다. 지금 바이든은 특별한 기분 필스페셜을 느끼고 있을 것이라는 댓글과 함께 미나에게 투표를 지효가 대통령이 되어야 한다는 사람은 손과 같은 팬심 넘치는 댓글로 민주당 승리의 기쁨을 만끽하고 있다. というわけです. 음... なんだかピンときてないですね。うん、いのれるもんらあでもね、この歌はね、世の中がどれだけ私を抽象してもあなたの一言で私は特別な気分になれるのっていうそういう内容の歌なのね。クォンのサランゲのれが아닌かよ。まあそうなんだけど、<laughs> K-POP ってアメリカの多様性の象徴みたいな感じに若干今なってて。ああ、ー。 ブラック・ライブスマターの時に BTS のアーミーたちが募金を呼びかけて一瞬で100万ドル集めたっていう話をご記憶ですか、うん、なるほど。それとあのトランプ大統領の選挙集会で、うん、とにかく K-POP ファンたちが大量に予約してで大量にキャンセルして演説会場を空席だらけにしたということがあったのね、うん、実はこの選挙戦で。 アンチトランプ、ダイバーシティの感じで、割とすごく政治的に敏感な動きをする、しかも結構大きなうねりとなってする集団なのよ。うん、それがね、そうなのよ、やっぱり。うん、必ずしも在米コリアンジェミキョッポ だけの話ではなくてそれだったら多分こんなにものすごい大きなうねりにはならなかったと思う、うん、アメリカってもともと他民族国家だけど、うん、アメリカの大和バシティを代表するようなそういうところのファンとかなり重なっていて、うん、で年齢層若くて行動力があって、うん、アンチトランプの層と結構重なるわけよねでそういう のを狙って、アルメニアの10代の k p o p ファンたちがハングルであの、紛争をやめろっていうデモをインターネット上でやってたあ<ー> k p o p ファン,ンそういうところに関心を持って動いてもらおうとしてハングルであのハッシュタグをつけて。 トル크와 국경 분쟁에 개입するなという 운동을 하 일본에서는 가수들이 자꾸 그런 사회적인 아니면은 정치적인 그런 이슈하고 멀리 있으려고 하잖아요. 음. 음. 근데 한국에서는 한국이랄까 K-POP은 그 반대에 있네요. ]いや... だけど韓国も k p o p のアーティスト自体が政治的なメッセージを発してるというわけではない、うん、だってツワイスが政治的なメッセージを何か発したかって言ったら発してないじゃないうん、うん、なるほど BTS はかなりいろんな政治的特に歴史認識問題をめぐるいろんな国家間の,、うん、あの民族感情に巻き込まれてる感じがあるけれど、うん、BTS 自体がどっちかの方に肩入れするようなことはむしろかなり慎重に避けてる印象があるんだけど。うんうん じゃあなんでファンたちは動くんだろうファンたちはこれは自分たちの歌だと思ってそこでなんかこう動くんじゃないこれは自分たちのことを歌った自分たちのテーマソングだっていうところで,で多分相当重なるんだと思うこの4年間のトランプ政権ではびこったレシズムとミソジニーですごく肩身の狭い思いをしていた人たちが今だといって動き始めてるっていう感じかなそれを象徴的な歌として K-POP が 나나ってるんじゃない요 음. 근데 이번 선거에서 제가 친한 재미교포 친구가 있는데 응. 엄마랑 함께 투표를 갔다 왔다고. 응, 근데 엄마랑 나랑 다른 후보자에 게는 없다. 하지만 괜찮다. 여러 의견이 있지. 뭐 이런 식으로 인스타그램에 올리고 있었는데. <laughs> 어. 머 엄마랑 너랑 누가 누구를? 어? 어? 해가지고 제가 엄청 당황했어요. 어, 어 음, それはなんか 사라리と書いてあるけれども かなり... 그니까. 응. 음, 음. かなり 본인的には 갓도가大きだろうね <laughs> 응. 어, 그래서 내가 알기로는 4년 전에 트럼프가 당선됐을 때내 친구는 진짜 교박해가지고 나는 이제 이민을 가겠다. 그런 식이었던 기억이 있었는데 음, 그렇게 생각하면 어머니께서 음? 음? 하면서 엄청 당황해서 음. 아니, 왜냐면 우리 생각으로는 뭐냐 재미교포라든지 그런 그 소셜 마이너리티들은 당연히 트럼프가 아니라 바이든한테 늘 거다. 민주당 지지를 할 거다. 그렇게 생각을 하지 않나요そうだね. 근데 꼭 그렇지는 않는가? 음. 엄마는 네 한국계나밖에 아 쓰는 사람. そこの家はね、もう長くいるんですけど、彼女も生まれながら2歳なんだけどうん。で、アメリカの名 <laughs>

緑の党とかさ、他にもいるじゃないですか。候補者としているにはいるね。そうそうほぼその2人しか選挙人は獲得しないけど。そう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 。うん、だから、そういうことなのかなって。<ー> <laughs> エコーに関心があって、うんね、グリーンパーティーとか。うーん <laughs> かな っって思ってまあ可能性はなくはななくいけどねでもまあ、マイノリティでもトランプに投票してる人は結構いたわけだからね。黒人投票率も多くはないけれども、やっぱり確実にいたことはいたわけだし。だから韓国系アメリカ人の家庭でもこんな風に意見が分かれるだとしたら、ね、アメリカ全体の異文化ってものすごいなって思って。うん、まあなんかそれが世界中に波及してる感じがなんとなくあるけどね。うん、うん yeah